パスタを半分に折るのが苦手です。ブンブンカワカワブンカワです、読み方合ってるかな、ブースで。で、気になったリフィルをいくつか購入したので紹介させていただきます。物欲リミッターが抑えきれずに購入してしまったものたちになります。よければ最後までご視聴ください。今回ですね、購入したのは M5 と M5 スクエアのリフィルで、2つのね、作家さん、クリエイターさんの、リフィルになります。まあ、順番にね、紹介していきますね。まず1つ目、こちらですね、開けていきます。アマチュア絵本子さんって読むのかな、この方のね、M5 切手リフィルっていうのを購入しましたね。なんかもうこのパッケージ見ただけで可愛いぞっていうのが伝わってくるかなと思います。開けていきます。ここに2種20枚って書いてあるんですけれども、先頭で出てきたのがこの丸いのと四角いのが囲われたリフィルですね。この下に入ってるのはこちらの長方形と楕円タイプのリフィルになるのかな。こんな感じの、リフィルが入っておりました。2種類 ×20 ということで40枚入ってるってことですね。ご丁寧にね、紙質も添えてくださってまして、泡クリーム金まり 72.5kg という紙が使われたリフィルになります。 TP 用紙よりも厚いんですけれども、厚めのリフィルの紙よりは薄いっていう感じの中間層ぐらいのリフィルかなっていうところですね。なんかちょっと試しにこういう感じで大きめのシールとか貼るだけで簡単に切手風のデザインとかが作れるわけですよね。なのでコラージュして楽しむのもいいし、そのコラージュしたものをこれ切って別のとこに貼り付けて使うとかね、そういう楽しみもできそうですし、なんか文章書くのもいいんでしょうしね、いろんな使い方ができそうですよね。ちょっと気になったのでね、購入してみました。私はコラージュ苦手なんですけれども、まあ、これぐらいのスペースとかが限られてればなんとかなるかなとかってちょっと思ったりもしてね、いるんですけど、どうでしょう。なんか1枚ペロッといい感じのやつを貼ればなんとかなりそうな気もしてきたので、なんとかしたいなと思ってます。買うときはなんとかいけるだろうって思ったんですけど、いざ貼るとなると難しいぞ。どういうチョイスをすればいいんだろう。この倉橋玲さんとか可愛いかなね。楕円のとこはちょっとはみ出ちゃうから、楕円のとこに猫ちゃんとか、これめちゃくちゃ可愛いんですよ。これね、ちょっとはみ出ちゃうけど、ちょっとはみ出ちゃうけど、こんな感じ、それともこの長方形のこういう感じ、いや出ちゃうか、出ちゃうけど、でも可愛いからありだよね。これ貼ってみよう。前どっかで話したか忘れちゃったんですけど、倉橋玲さんと今サンリオコラボしてるじゃないですか、キティちゃんね。あれ可愛いですよね。ロフトで売ってるの見てちょっとね、あ素敵だなーなんてね思ったりもしたんですけど、こんな感じね、可愛い、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。ちょっとこの猫ちゃんもいいよね。猫ちゃんは丸かな、可愛い、めっちゃ可愛い。楕円とかどうしましょう。なんかこうピティさんからいただいたこの植物系も合いそうですよね。こういう感じかな、こんな感じ、かわいい、めちゃくちゃかわいい、これ楽しいですね。あ、さらにこういう窓枠のね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。かわいいね、こんな感じでめちゃくちゃかわいい。なんかね、ちょっとしたシールを貼るだけで一気に可愛さが出るリフィルですね。まあこちらを購入しました。まあこう表面でこうして後ろにメッセージ書いて渡すとか、そういう使い方もできそうですし、なんかいいですね。楽しかった。決められた枠の中に1枚シール貼るだけなんですけど、楽しいですね。いい。素晴らしい。髪の色もクリーム色で無地ということで、もう本当に文句なしで好きですね。続いてこちらですね、アメコサメさんのリフィルたちになります。開けてきます。まず M5 とミニ6のリフィルですね。小さい順に行きましょう。まず M5 のリフィル、まず M5 のリフィルなんですけれども、いちご小化けケーキっていうやつを購入しました。こちらになります。こちらですね、改めて小物雑貨やアメコサメさん、M5 のリフィルですね。ブースで買うようなアイテムってなんかご丁寧に紙質書いてくれるのかな。で、上質紙 70kg ということで、さっきの紙よりはちょっと薄いのかもしれませんね。70枚入りとのことです。さっきのペーパーより薄いのかどうか、ちょっとね、さすがにわかんない。
判断しかねるんですけれども、とにかくですね、表面と裏面と、まあ、こんな感じのデザインになってるというか、こう見ればいいのか、ね、こんな感じでして、横罫線が入ってるんですけれども、この罫線があれですよね、クリームとスポンジとということで、いちごショートケーキのこう断層を出してるわけですよね。そこにところどころこうね、いちごのね、お化けがいるという、そんな感じのデザインですね。いちごの赤いお化けもいるんですけど、よく見てもらうとこの辺とかにね、白いね、お化けもいるんですよ。ということで、お化けがたくさんいるリフィルになります。めちゃくちゃ可愛いです。せっかくなので紙質チェックしましょうか。とりあえずジュースアップですね。多分問題ないでしょう。それから万年筆かな、ね、万年筆でもチェックしてみましょうか。多分大丈夫。ジェットストリーム、それからちょっと濃くて太い系ということでシグノ、それからユニボール 1P ですね。この辺でチェックしてみましょうか。さてどうでしょう。じゃん。ということで、あ、全然ね、裏抜けしませんね。問題なさそうです。透け感もねそんなにないので、ちょっと私が筆圧ゴリラでこう文字がね浮き出てるところはあるんですけれども、文字がねこう出ちゃうのはあるんですけれども、インク自体の透けっていうのもそんなにないので、両面ね気兼ねなく使えそうなペーパーですね。可愛いし、思ってたほど高くなかった気がするんですよ。なので、ちょっとしたね、こう、M5 のメモとしてもいいかななんて思って購入したところです。アメコサメさんってね、なんかこのお化け系がね、モチーフのものが結構多くって、まあそんな感じのアイテムがね、いろいろと出てきます。こちらミニ6のリフィルなんですけれども、いちご小化け、かっこ紺色というタイプのリフィルになります。こちらも上質し、さっきと同じリフィルで60枚入りのものになりますね。さっきはね70枚入りだったんですけど、ミニ6は60枚入りとのことです。こちらのリフィルはですね、こんな感じです。両開きで見るとこんな感じになります。紺色の背景に緑色の縁がかかった枠があって、まあなんかレターセットみたいな感じでこう横罫線が入っていて、でお化けちゃんがいるんですけど、いちごのねお化けちゃんがいるというシンプルな構造です。それぞれのページでリング側にお化けがね向いているというような、そんな感じのレイアウトのリフィルになります。シンプルなんですけれども、このね紺色の背景というか、この色使いがとても素敵だなと思って、ちょっとね思わず購入してしまいました。なんか誰かにちょっとしたメッセージとか書くのにいいかななんてね思った次第でございます。両面印刷のねリフィルになっております。両面印刷でして、穴もね開いているんですけれども、 M5 の時と違ってミニ6はね結構穴が大きめの感じですね。穴はねこれぐらい大きさの差があるよっていうところですね。めちゃくちゃ可愛くてね、ついついつい買ってしまいましたね。次の紹介に移ります。続いて M5 スクエアのリフィルになります。 M5 スクエアのリフィルね何種類か購入してるんですけれども、順番に開けてきます。まず一番上にあったのがこちらですね、 M5 スクエアメモ紙エビ小化け上質紙というタイプのリフィルになります。こちらも上質紙、上質紙70キロの紙だそうですね。なんか梱包がご丁寧でして、このねフィルムの前にさらに包装があって、でさらに束になって包装があってということでね、しっかりと包んでくれるみたいですね。でまあ開けていきましょう。こちらこんな感じでエビの天ぷらを持った小化けちゃんがいるリフィルでして、こうね文字のところが2分割になってるような、そんなねレイアウトのリフィルです。 M5 スクエアの大きさですね、 10.5×10.5 の正方形サイズ、プロッターのM5 スクエアのリフィルと全く同じサイズで作られているんですけれども、穴が開いていない仕様になっています。なので別にリフィルとして使わなくてもメモ帳としても使えるよっていうね、そういう感じのものになりますね。あのエビの天ぷらのこのなんだろう、フォルムの可愛さにつられてね、ついついつい買っちゃったっていう、そんな感じのアイテムです。全部ね同じペーパーですね。でこちらはね片面印刷になってます。今でこそ M5 スクエアのリフィル販売されている方っていうのが結構増えてきてると思うんですよ。
ですけれども、実は雨小雨さんって割と早い段階から M5 スクエアのリフィル出してくださってたんですよね。プロッターが本当に最初に M5 スクエア出すぞっていうぐらいの時ぐらいからもうね、 M5 スクエアのリフィル用意してくださってたような印象があります。早くから M5 スクエアを扱ってくださっている作家さんっていうね、認識しています。その早くから M5 スクエアを出してくださった作家さんのうちの一人がこの雨小雨さんっていう方で、しかもね、いろんなリフィルレパートリーがねたくさんあってというところで、 M5 スクエアユーザーは雨小雨さんマークしておきましょうねっていう感じのね、作家さんでございます。まあ、とにかくエビの天ぷらこんな感じです。エビ天のリフィルね、こんな感じです。猫のね、猫じゃらしでエビ天の猫じゃらしがあるんですよ。でちょっとね、それが欲しいんですけど、なかなか実物をね見て買える店舗がなくて、でちょっとずっとエビ天っていうのが私の脳内にはあったんですけれども、まさか自分用のエビ天がね先に手に入ってしまったという、そんな感じでございます。可愛いですよね、エビ天。次行きましょう。次はこちらですね。M5 スクエアサイズのメモ紙、いちご小化け、夜ケーキという風なタイトルのものになります。開けてきます。こちらこんな感じのものになります。さっきのね、ネイビーとはまたちょっと違った青っぽい背景に、ちょっと四角い丸い感じの枠で、まあ、四隅に小化けちゃんですね。いちごのお化けの、いちごの小化けちゃんがいらっしゃるという、そんな感じのね、そんな感じのメモ紙になります。こちらもね、やっぱり穴開いてないのでメモ紙としても使えるし、穴パンして M5 スクエアとしても使えるよっていう形のものですね。片面印刷になります。可愛いですね。しかしいちご可愛いですよ。色合いとかめちゃくちゃ可愛くて好きだし、あとね、嬉しいことにこう書くスペースが無地なんですよね。そこがやっぱ嬉しいなっていうところで、ムジラーにとってはね、この無地のリフィルということが本当にありがたくて購入させていただきました。ラストこちらですね。 M5 スクエアのメモ紙卵、こちらを購入させていただきました。40枚入りとのことです。おそらく M5 スクエアは40枚入りなのかな、全部ね。じゃじゃーん、卵です。本当に卵ね、なんか煮卵なのかなっていう勝手な想像をしているんですけれども、どうでしょうかね。この周りがね茶色っぽいので、めんつゆに使ってるのかなっていう勝手な想像をしておりますが、ちゃんとねツヤも入ってるんですよ。卵のねツヤも入ってるし、でお化けちゃんいるんですけど、このお化けちゃんは卵の黄身を食べてるんですかね。なんか丸いのをね口でもしゃもしゃしてますね。そんな感じのレイアウトのリフィルになってます。めっちゃ可愛いです。もちろん絵柄入ってるんですけど、無地なんで描きやすそうですよね。こんな感じで買ってみました。ということで今回はね、この M5 スクエアのリフィルを3つ、ミニ6のリフィル、それから M5 のリフィルと、まあ、こんな感じでね、全部で5種類のリフィルをアメコサメさんの方で購入させていただきましたが、アメコサメさんね、レパートリー豊富なので、実はねまだまだリフィルとかいろいろあります。それぞれのサイズでいろんなパターンのデザインとかリフィルとかがありますね。ね、いろんなパターンのね、リフィルがありますね。例えば、M5 スクエアでこのエビの天ぷらのやつ買ったんですけれども、M5 かミニ6バージョンのこのエビ天モチーフのリフィルとかもあって、またね、ちょっと違うデザインになるんですけれども、そういうのとかもあったりとかします。ベースがね、この小化けちゃんなんですけれども、そういうのがね、いろいろあったりします。しかもね、雨小雨さんのリフィルね、作家さんのリフィルにしては意外と手頃な価格帯だったような気がします。なんか手に取りやすい感じで出してくれてる印象がありました。ぜひね、皆さんブースチェックしてみてもらえればと思います。可愛いリフィルね、たくさん並んでるかなと思います。M5 スクエアのリフィル、皆さんね、いろいろと探されてる方とかもいらっしゃると思うんですけれども、ね、ブースの方、ぜひ。チェックしてみてもらえればと思います。ブース以外にもね、いろんな場所で M5 スクエアのリフィル販売されてる方とかもいらっしゃるので、またちょこちょこね、このような形とかでなんか M5 スクエアの可愛いリフィルとか見つけたらね、紹介できればなと思ってます。今回はこの辺で終わります。皆さんもね、もしおすすめのリフィル作家さんとかいらっしゃったら、私はこの作家さんが好きですとかね、教えていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。